ごいスッキリした。あったかいね。つくも漢数字で99と書いてつくもです。あなた分かったんです。ずっとやりたかったバスケもできるし、日本一周の夢だって叶えられる。ありがとうございました。お疲れ様。怖い。寄せ寄せ寄せ怖いな。使い捨てにはならない。ごめん。ここにいます。私ここにいます。結局あれだろ、この間のほら俺映ってんだよ。しかいない。愛してる。え？内緒にしてくれるって、うん、びっくりした。おカニ。ここ何日かずっとね、ずっと追いかけてるんだからね。お前まさかさ、三回命狙われたとか。そう、ユキオこんなの持ってなかったよね。持ってなかった。分かったから帰れよ。シュウメイのこと手放したくないだけだよ。なんだよなんだよ、ちゃんと決まってんじゃん。早く言えよ。好きだよレンスケ。当たり前だろ、近いのキスしようとしてんだから。じゃあなんでそんなんやめ。すごい大変なの。私ね、何いいんだ。あ、このスーツができた時にみんなで飯食いに行った時の写真ですよ。隠し撮りされてたんです。私がありえない。ありえません。これからは雨が降っても私に傘を差さないでください。そういうことは。そういうことなんです。どうした、うん、ここでもあんたの知らない俺いるかもよ。私あなたの味方だよ。喜んでるよ。本当に本当に。邪念まで見えるないよ。つけちゃうんだよね。バツイチのハンデもあるし。それさ、元亭主に言うこと今。別れてみるもんですね。ちょっと息をつけた方がいいよね。まっすぐ、まっすぐ。行くよ、行くよ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、あー！あー！なんで口に入れんの？なんで？キスしよっか。いいよ。
と。あなた本当に美和のこと好きだ。今日は帰らない。俺じゃダメか。刑罰結婚を押し付けるのはあなたの身勝手だわ。刑罰結婚を否定なさるの？僕と早苗はそんな関係じゃない。はい。南極観測って進化しましたね。これから裸の付き合いする？まだお昼前だよ。なんだこれ。そういうのないところのこと。スロープになっててお店の中にもスペースがあって。そっちもまっすぐ帰ってね。間違って入ってこないで。すげえ虐げられてるらしいよ。想像つくでしょ。ああもういちいち目に浮かびます。大切な思い出でしょ。せせらぎの水が美味しくて